今回は2020年の、センター科学の問題を説明します。 AG プラス、AL3 プラス、PB2 プラス、ZN2 プラスの4種類の金属イオンを含む水溶液から図に示すような操作により各イオンを投入することができたと。で、ABC、沈殿 A に含まれる金属イオンは何かと。この銀イオンとアルミニウムイオン PB2 プラス、ZN2 プラスなんですけど、ここに希塩酸を加えます。まあ、Cl マイナスとものすごい相性がいいのは Ag と Pb やな。で、これは、ここ沈殿は AgCl と PbCl ってこれでいきます。こ含まれるイオンは、金属イオンは Ag プラスと Pb2 プラスやな。で、この溶液の方には、沈殿しない AL3 プラスと ZN2 プラスがやってくると。2番、操作2に最も適当な試薬は何かと。これは実際は、選択肢になってるんですけど、操作2一緒やな。で、沈殿溶液、沈殿溶液やから、これは、アンモニア水やな。NH3 アンモニア水を加えたら、この銀はジアンミンやな。ジアンミンの銀の一価のイオンになるし、こっちでこちらは、水酸化鉛でいいな。これ NH3 はアンモニア水は水と加えて水と加えてるので、アンモニウムイオンと水酸化物イオンが生じて、で、この鉛は沈殿が生じると。こっちの方もね、アルミニウムは、過剰の、アンモニアには、過剰のアンモニアには溶けないな。溶けないから、ここは OH の3の沈殿が生じると。溶液はこれ、亜鉛は溶けてしまうな。テトラアンミンの二価のイオンになって溶けてしまいます。これは、ここはだから適当な試薬っていうのは、これ、イクセスな、過剰なアンモニア水ですね。少量やったら OH マイナスが出てきて、で、水酸化物の沈殿ができます。で、沈殿 E を溶液 F として分離されるもの。沈殿 E は、これは水酸化アルミニウムな。で、溶液としては、テトラアンミンの亜鉛の二価のイオンが分離されると。ということになります。はい、終わります。